よっしゃ。やっと追いついたぜ。おいおめえら。ってなんだよ、辛気くせえ面しやがって。むむ、様子がおかしいクマ。なんかあったクマか？なかった。は？何もなかったのに、なんでそんな落ち込んでんだ？違う。草食恐竜の楽園よ。そんなのなかったのよ。ちょっと待って、楽園ってここがそのはずだったの？ただの空き地にしか見えんな。ちゃんと調べたのか？場所間違ってる可能性とかさ。俺本で見たんだ、絶対にここのはずなんだよ。でも、調べ尽くしたけど、どこにも。そうそう、他に抜け道があってとか、ここからどっか行けるとかじゃねえの？ダメ、探ってみたけど、ここ行き止まりみたい。一応周囲も調べたが、それっぽいところはなさそうだな。何が草食恐竜の楽園よ。騙された、騙された、騙された。最初に言い出したのあなただよね。俺？いや、俺はたまたま人間の本を読んだだけで。みんなを巻き込んどいて言い逃れするつもり？お前たちだって乗り気だったじゃん。楽園があるなら行くってさ。だから一緒に死ぬ思いをして。そう、あんたのせいでみんな死にそうな目にあった。それは良かれと思って。多数決を始めます。危険な目に遭ったのはあいつのせいだと思う者は挙手。どうする？ねえ、どうする？みんなが言うなら私もあいつのせいだと思う。そんな、俺は話を聞いてくれって。みんな同じ意見みたいね。じゃあ仲間を危険な目に遭わせた奴は追放した方がいいと思う者は挙手。はい。はい。あ、はい。ちょっと待ってくれ。追放なんてされたら俺どうしたらいいんだよ。多数決は絶対。今までだってそうだったでしょ。肉食恐竜に襲われた時、あなたも多数決に納得した。それと同じでしょ。んだよこれ、みんなで寄ってたかってよ。いくらなんでもこれは納得できないやり方だ。ああ、早く止めようぜ、あいつ追放されちまう。ちょっと待てよ、お前ら仲間なんだろ。他人の顔色ばっか伺って、本当にそれ自分の意見なのかよ。それは私たちは弱い生き物なのよ。固まって動かないと生きられない。あんたたちにわかる？肉食恐竜に怯えて生きてる気持ちが。
勝手な行動をする奴は切り捨てる。そうしないと生き残れないの。その言い分もわかります。ですが、あなたたちは自分の思考を持って行動ができる。少しでも多くの仲間が助かる手段なら、他のやり方もあるのでは？じゃあどうすればいいっていうの？私たちだって、自分の身を守るためにはこうするしかないのよ！そうよ！多数決に従っていれば間違いない！それに、人間たちともやたら親しくしてたよね。こうなったのも、あなたが人間の本なんて信じたせいなのに。俺は、そんなつもりじゃ。もういい、あんたは追放する。みんなの多数決で決まったし。嫌だ。一人は嫌だ。そんなに追放されたくないなら、私たちと同じだって示して。嘘っぱちの本を書いた人間は敵。同じ考えなら、そこの人間たちに痛い目を見せられるよね。俺が、あいつだろ。どうしてそうなるわけ？私たち関係ないじゃん。うちらの輪に戻りたいなら、ちゃんと同じだって証明してほしいだけ。くそ、むちゃくちゃかよ。俺は。おい、しっかりしろ。流されるんじゃねえ。嫌だ、一人は嫌だ。俺は悪くない。お前らが、人間が余計なことするから。グルーチェーン！変身した？そんなのってあり？こうなるともう話し合いは無理そうだな。自分の考えとか全部捨てて流されて、本当にそれでいいのかよ。うるさい、黙れ。こうしないと俺がお前らをやるしかねえんだよ。くそ、完全に暴走してやがる。目覚ませっての。みんな構えろ。グルーチェーン！分かってくる以上は仕方ないな。間違っているって教えてやれ。大丈夫。この程度か。厄介だね。ここでペルソナだ。これが戦術ってやつだ。よし、準備万端。サポートなら任せろよ。甘いね。こいつ強いぞ。注意しろ。無駄だ。甘いな。お、サポート可能だぞ。いつでも言ってくれ。この程度なら。この程度か。ペルソナ！これはありがたいね。やっぱり、俺は。何を今さら。
多数決で決まったでしょ。それとも自分が追放されたいの？嫌だ、追放は嫌だ。こいつ強いぞ、注意しろ。ナビ、了解だ。冷静に行こう。無駄だ。ペルソナー、あれ、よっし、準備万端。サポ無駄だ。強化か。ここでペルソナだ。これが戦術ってやつだ。こいつ強いぞ、注意しろ。ナビ、何やってんの。なんだなんだ、外野が入ってきたぞ。様子が変だ。追放されたいの？ペルソナー、これが戦術ってやつだ。もっとやって。やって、ほら、触んないで。やってってば。そんな、これひどいよな。あの後ろのやつら黙らせよう。よっと、ペルソナ、悪いな。仕方ないでしょ。甘いな。なあ、もうこれ以上は。ダメだよ、みんなで決めたことだもん。そうだよ、多数決に間違いはないはずでしょ。そうだよな、こうするしか方法がねえんだ。お、サポート可能だぞ、いつでも言ってくれ。了解したよ、ナビ。みんな立ち上がれ。悪いのはあいつら。強化か。コントだって触んない。こいつ強いぞ、注意しろ。了解だ、ナビ。我が輩の出番だ。やるよ。僕の力をお見せするよ。厄介だね。ここでペルソナだ。あれ、宇宙の人間だから。権限戦、ペルソナ。やめて。レッドライダー、やめて。ヤマツエクサ、もう嫌。決まったことだから。マタドール、動きが封じられてるな。これはこれはチャンスってことだね、ペルソナ。やだ、オリフェンス。これが戦術ってやつだ。やらない。誤尺のまねよ。悪いのはそっち。マタドール、やめて。
仕方ないでしょ。甘いな。何すんの。いい感じ。すまないが、全力で行かせてもらうぞ。いいね。権限せよ、ヘルトラン。やだ。マタドール。やめて。ここでペルソナだ。これが戦術ってやつだ。やって、ほら、ヤマツエクサ。許可ね、こいつ。何すんの。もういや。どうやら弱点を狙えそうだね。クロウ、期待してるからね。考え直すか。このチャンス生かしてみせる。みんな助けるぞ。ペルソナ。やだ。ヤマツエクサ。あんたなんか仲間じゃない。レッドライダー。決まったことだから。マタドール。いや、くらえ、任せろ。やめて。いい感じ。全力集中。今ならいけるよ。権限せよ、ヘルトラン。やだ。レッドライダー。やめて。ヤマツエクサ。マタドール。何すんの。ペルソナ。ありがとう、助かった。消えちゃえ。つ、やるしかないの。仕方ないでしょ。やめて。ねえ、動きが封じられてるな。これは、これはチャンスってことだね。ペルソナ。やだ。ヤマツエクサ。もういや。どっか行って。悪いのはそっち。無駄だ。マタドール。いいぞ、見事だ。こいつ。甘いな。どうやら弱点を狙えそうだね。クロウ、期待してるからね。絶好調。急所狙いで権限せよ、ヘルトラン。鮮やかな動きだね、クロウ。来い、オルフェウス。よっしゃ、倒せた。マジか。お前らやっぱ強えな。だいぶ食らっちゃったね。珍しいものが手に入ったもん。そんな、まさか人間に負けた。あんなに体格が違うのに、信じられない。見た目や常識では押し上がれないこともあるということだ。それよりどこか痛まない？大丈夫？いや、大丈夫だ。お前ら手加減してくれたんだろう。峰打ちってやつだ。お前らを倒す意味なんてねえからな。かなわねえや。俺、お前らにひどいことしたのに、
どうしてそんな助けたりしてくれるんだ。俺、そんな顔してた？自分じゃ気づかなかった。やれやれ、気づいていないのは自分たちだけみたいだな。お前ら、同じとこに向かってずっと協力し合ってきたんだろ。そりゃぶつかる時もある。だからって少数派って理由だけで簡単に切り捨てるってさ、悲しくねえか？難しいことはよくわかんねえけどよ、いちいち同じとか同じじゃないとかんなこと考えて何になんだ。人なんてみんな違って当たり前だろうがよ。そうそう、ダチや仲間ってのは遠慮せずに肩貸し合ってりゃいいんだよな、相棒。そうだな、相棒。俺、一人ぼっちになるのが嫌だったんだ。だからみんなに意見を合わせてきた。でも、やっと目覚ましたよ。自分に嘘をついて作った居場所なんて、俺は欲しくない。おお、もっかい考えてみろよ。お前が必要として、お前だから必要とされるって思えるたちと一緒によ。俺だって一人じゃ弱い。でも仲間が自分を強くしてくれる。俺も仲間にとってそうでありたいと思う。お前ら、あの、私たち、なあ、提案。多数決はもうやめて、腹割って話そうぜ。人の顔色なんて見ねえでさ。俺はみんなとこれからもやっていきたい。話し合って解決策を探していかねえか。私も一人になるのが怖くて、自分のことばかり考えてたと思う。でも言えなくて、こんな弱い自分がずっと嫌いだった。私のこと助けてくれたのに、見捨ててごめんなさい。私もみんなに見捨てられるのが嫌だから、いつも多数派になろうって考えてた。あなたたちのこともやりすぎたって思ってる。ごめんなさい。そっか、みんな同じ気持ちだったんだ。話し合おうともしないで勝手に怯えて、バカだったね、私たち。やっと数字に隠されていたそれぞれの本音が聞けたな。多数決だってさ、一つの意見だと思う。でもそれだけに縛られるんじゃなくて、これからはいろんな可能性を探ってこうぜ。まとまったじゃん。これにて一件落着かな。ん？なあ、何か聞こえないか？ええ、遠くから何か近づいてきてるような。みんな大変！強い気配が猛スピードで接近中。多分肉食恐竜だよ、気をつけて。嗅ぎつけられたようですね。迎撃しますか？問題は草食恐竜たちだ。
そいつらを避難させるにしてもそこだと袋小路だぞ。隠れる。逃げないと。どこに逃げるつもり。ここ行き止まりなんだよ。おい、落ち着けって。ダメだ、来る。来たな、ジョーカー、どうする。だがしかし、そんな余裕はなさそうだぞ。ちょっと待ってくれ。俺に行かせてくれないか。はあ？何無謀なこと言ってんだって。散々かっこ悪いとこばっか見せちゃったからさ、俺にもできることがあるってとこ証明させてくれよ。おい、何するつもりだ。俺は自分の心に正直になるって決めたんだ。何する気？早く逃げないと殺される。俺だって恐竜だ。本気になれば肉食恐竜一匹くらい追っ払えるはずだ。そんな無理だよ。やっとみんなと本音で話し合えるようになれたんだ。俺はもうピンチになった時に仲間を見捨てるなんてしたくない。ちょっと嘘でしょ。みんながどうするかじゃなくて自分がどうしたいかなんだ。単独でやるじゃねえすか。だがいくらなんでも無茶だ。このままでは。俺だって恐竜だ。ちょっ、うわっ。私も行く。自分の本心に嘘はつきたくない。そう決めたんだ。私だって自分の気持ちに素直になりたい。この お前ら、サンキューな。くそ、もう少し。すごい、みんなが力を合わせたら肉食恐竜が圧倒されてる。ああ、よくやってるぜ。でも俺らだっているんだ。いい加減こっちにも手伝わせろよ。お前ら、でもあんただって消耗してるでしょ。ここで無理をして倒れたらそれこそ意味ないっつうの。お前たちは強くなった。きっとこれからも強くなれる。
その未来と仲間のために今は俺たちの力を頼ってくれ。ありがとうな。よし、一緒に戦おうぜ。すげえじゃん。その思いに報いるためにもこりゃ絶対負けらんねえな。きっと今ならなんとかなる。みんな頑張れ。ここは負けられないな。冷静に行こう。僕の力をお見せするよ。ここでペルソナだ。あれ、ペルソナ。レッドライダー来い。アルフェンス、マタドール。準備万端。サポートなら任せろよ。了解した。行くよ。待って、ゴー。ロビンフット、レッドライダー。オリフェンス、マタドール。こいつ強いぞ。注意しろ。了解だ、ナビ。冷静に行こう。意を示せ、ドロー。イコロセ、ロビンフッド。アルセール。来い、アルフェンス。マタドール。くそ。甘いな。大丈夫か？危険な状態のやつがいるぞ。これってヤバい状況だよね。やるよ。僕の力をお見せするよ。違うかな。ペルソナ。悪いな。権限せよ、ペルソナ。奪え、アルセール。オルフェンス、この程度。かなり弱ってきてるよ。みんなこの調子で頑張って。クルーやるな。力がみなぎってくるね。行くよ。みんな立ち上がれ。ペルソナ、行け、イザナギ。ペルソナ。あれ、アルセール。来い、アルフェンス。甘い。どうやら弱点を狙えそうだね。クロ、期待してるからね。待て、やるよ。
権限戦ペルソナ。モナ、あとは任せる。奪え、アルセール。オリフェンス。マタドール。クルーやるな。力がみなぎってくるね。いいね、実ペルソナ。モナ、あとは任せる。頼む。くれ。私たち肉食恐竜に勝った。やればできるじゃねえか。お前らが頑張ったからこういう結果になったんだぜ。っていうか、いきなり一人で肉食恐竜に突っ込むとか何してんのよ。あの時は無我夢中でさ。でもお前たちも一緒に戦ってくれてすげえ嬉しかったぜ。仲間なんでしょ私たち。助けて当然じゃないの。これからも一緒に頑張ろう。お前ら。それと人間にもお礼を言わないとね。そうだ、お前ら巻き込んじまって悪かったな。やっぱすげえな。俺たちもお前らくらい強くなってみせっからな。ところでこれからお前たちはどうするんだ。草食恐竜の楽園とやらは結局なかったんだろ。そうだった、はあ、これからどうすりゃいいんだ。安住の地ならさ、これから自分らで作っていきゃいいだろう。誰かに与えられるもんでもどこかにあるもんでもない。俺やお前がみんなに出会って自分で選択していったようにさ。よしきいきなり抱きつくなっつーの。クマの安住の地はみんなの隣クマよ。分かった分かったから体離せって。てかお前ジュースこぼしただろう。なんかベタベタすんぞ。ジュースだけじゃないクマ、着ぐるみの中ポップコーンもこぼしちゃったのよね。変なもん湧く前に掃除しろ。一緒に笑い合える仲間か。私の仲間も今頃どうしてるかな。心配すんなって、お前の仲間も強いんだろ。代わりになれるかわからないけど私たちもついてるから。困ったことがあれば遠慮なく頼ってね。さっき花村が言ったでしょ、友達や仲間なら遠慮せずに肩を貸し合っていいってさ。みんなどうもありがとう。私もみんな仲間って思ってる。だから私のこともガンガン頼ってね。
任せなさい。さて、この映画でできることはもうなさそうだね。引き上げようか。お前ら、帰っちまうのか？ああ、俺らもやらなきゃいけないことがあるからさ。そっか、寂しいけど、いつまでもお前らに甘えてらんねえしな。俺たち、いつか絶対に安住の地を作ってみせるから、お前らも頑張れよ。ありがとう。離れていても応援してるよ。肉食恐竜なんかに負けんじゃねえぞ。名残惜しいが、みんな映画館に戻ろうぜ。